8台作られたうちの1台で。それってカラーリングの純正？そうです。これがイタリアスズキのこのカラーリングなんですよ。当時ね、当時刀がね、輸入で120万だったんですよ、うん、その時に同時輸入されとったのが240万、それこの間フルレッスンしましたね。これあの全部綺麗になってるでしょ。すごいな。リアのスボロ系、超ジュラルミンで作ったんですよ。ゼロ戦と一緒の材質で、超リアのスボロ系。カールはね、クレバウルスレーシングの下請けにワンオフで一品作ると思うんですよ。そうですそうです、ま、前のがなかったんでね。僕今ね、はい、ここ来た時に、はい、パッて入った時に、はい、E4 とかその系統に向いて、はいはいはい、前から見たらフルカールやしね、はい、今売ってる刀の方がね、3月発売のやつよりも 1000S と 1135R とこれ3台特集されてます。1135言ったら吉村の、吉村のやつと、あの 1000S 西部警察のやつ、うん、とこれ3台、これと3台で特集されてるんですよ今回。すげえなこれ。前回来た、前々回来た時のあの GT7 も大概やな思ったけどね、はいはい、これはもう今日本に2台しか専用してないんです。めっちゃ超貴重じゃないですか。そう、怖いな、こんなところよう止めてつけんかったね。ボケたらレ、ベストアしたらあれだけやから。カウルもだいぶ傷んどったんやけど、もうそれも全部修正して、メイントから全部修正して綺麗に作ったんですよ。だからミラーピタローニのカウンタックとかミラーついてるでしょ、うんうん、そのミラーなんですよ。あ、これ？はい。だからそれだけ買う金がなかったんでね、そのまま流用でボロいまんまで。だから、A ミラーはね、指つけた時に反射、乱反射するんですよね。おかしいね。マフラーもチタンのワンオフで、で、サイレンサーもワンオフで作ってもらって、巻いてもらったんです、ステンレスをね。あ、これ？はい。それもワンオフなんですよ、マフラー。何気にこういうところとか刀らしさが残ってるとか、うん、もうタンクとサイドカバーで、ね、もう大体半分使います、うん、これやね、うん、で一瞬真横からパッと見たら刀って分からなかったんですか？分からないです。知ってる人は知ってるんですよ、うん、刀の乗ってる人はみんなうちのこの刀知ってますよね。なんか全く知らん仕事センターメーター見て初めて刀やな。そうですよねその、ハンドル周りもちょっとかプチプチとプチカスタムしましたよね。ブレーキもノーマルやったらごっついんでね、ちょっとインに曲げてもらってカウルに当たらないようにして、すまん、エンジンかけてもらえますか。ああ、これもプチレスだね。え、これは何年モデルですか？2000年へえ、最新型やけど1500の、はい、1500最終やね。ブーティングガードでね、はいはいはい、全部これ前回りほとんどサラリーかい。おお、さすが。1800のあの形がどうも、はい、合わないんですね。あー、 SE なんですね、ゴールデン。これもサラがあったんで、はいはいはい、うん、つけてもらって。だいぶかかったでしょ。んこのレッサーもだいぶかかったでしょ。結構かかりましたね。もうこのエンブレムと、あとメーターもさらに、はいはいはい、夜やったらもうちょっと綺麗やけど、うん、メーターも LED 化したんで、はい、次のバイクも期待してますよ。はい。
あ、そうか、バックギアついてあるんやね、それは。バックないとダメっすよ。あ、ほんまやほんまや。賢いな、それが。あと1台。はい、お礼です。ありがとう。Okay.